きな食べ物って何？あ、好きな食べ物は焼肉ですね。あ、好きな食べ物は焼肉です。あ、いいですね。ラーメンも、ラーメンも、あ、昨日食べたけど、家系ラーメンで、家系の昨日食べました。美味しかったですよ。やみつき、やみつき豆板醤の、あ、船倉拓郎さんが発明した食べ方があるんですけど、それでご飯がたっぷり、ラーメンのセットでご飯がついてて、そこの上にニンニクと豆板醤 とで、海苔をこうひたひたにこうスープつけて乗せて食べるっていう、巻いて食べる。どっかのお店、あ、そうですね、あの諫早干拓っていう、まあ、そこで練習してるんですけど、そこの近くのラーメン屋さんで、邪魔だ、めっちゃうまいですね。あ、初賞金のは息子さんとかに使ったんですか？あ、息子、あ、そうね、息子にもそれこそ焼肉に行って食べてきたからな。うまかったね。あ、で、ちなみに初賞金は何ですか？初賞金は弟にゲーム、スイッチ、あ、スイッチ、あ、買って、親父にベルトを買ってあげたんです。ベルト、あ、高級そうな。へえ。で、母親にケトルが欲しいって言ってたの。ケトル、あ、電気ケトルで、あ、お湯は入れるやつ。あれ買って、なるほど、ね、で、姉ちゃんにハンカチ買って。ハンカチ、へえ、みんなに買ったんね、家族で。で、なんかお忙しそうで、自分にあのプレステーション4買ってちゃんと自分にも買う。もうそれでなくなっちゃったあっという間やね、賞金まだ少ない。次の支払いがちょっときつかった。あ、確かに確かに使いすぎて、でも最初先に、いや、あれ、あ、じゃあ高い買い物って何でしょう。もう最初に買った選手になって、選手に買っ て, なって一番高い買い物は車です。車が、あ、車、ちなみにいくらくらい、あの大体アメ車のカマロ、カマロ、カマロってやつで、それが450、いきなり借金スタートすごさで、ノリで、あのハーレーダビッツのバイクのハーレーはノリ、ノリで買うんだあのヤフオクでピッてしたら、いや、ケツ行ってない、ボタン、ボタン落札できました。すごかね、失敗しました。あの、免許も持ってなくて取りに行ったってやつ、後から取りに行ったやつ。梅崎さんはもうバイク、バイクね、欲しかったやつですね。欲しかったけどね、見に行ったけどね、欲しかったけどね、やっぱね、やっぱ高いそうで加減ね、やっぱ梅さんがバイクの免許を持ったら、あの、自分もあれです、中免しか持ってないんで、まあ、買ってしまえばですね、やっぱ取ろうという気になるけど、ね、正解かもしれない。ああ、そうですね、やっぱ買ったら取らないといけない、うん、取らないといけないって、もう義務付けられた感じですね。そうですね。あ、ちなみに、ちなみに、あの、練習とかどうですか、監督。ああ、どんな感じですか。もう、梅崎さんにちぎられてばっかり。いや、だ、ちょっとやばいし、ちょっと強すぎて、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あの、いやいや、ちょっとこう、いい感じに。本当なんですけど、やっぱ、自分もちょっと S 級で、まあ、頑張ってるなって思ってたんですね、やっぱ頑張りのレベルが違って、もういや、もう出し切られてばっかりと、すぐ追いつかれるかな、もう多分あっという間に G1 とか、いや、多分もういける存在だと思います。あんまなんばいかなですね。ちょっと話戻るんですけど、うん、あの、一番高い買い物は、あ、もう最近では家を、お、梅崎家を購入しました。かっこいいですね。いや、ちょっと、あの、もう、ノリで買っちゃった。ノリで買うの。ノリで買うの。ちょっと、昨日見に行ったんですけど、めちゃくちゃでかくてかっこよくて、いや、車は多分、5、6台、はい、止めれるぐらい、駐車場も広くて。そう、あ、そうですね、まあ、結構駐車場は広くて。みんなで押しかけて、もう、やばいっすね。家の中で、家の中で、バーベキューしてる。いや、もう、そういうちゃう、家の中で、サインの一杯も買えるから。ちょっと一筆こう書いとかないと、トンネルズ状態やけど、ほんに監督の練習はどうですか。練習はそうね、やっぱ本当に監督に行ってから、やっぱちょっと真面目な話、あの、試験も合格できるようになって、ね、早くタイムも上がったんで、ぎゅっとすごい環境でやらせてもらってます。そうですね、井上さん、新井さん、いや、みんなもすごくて、拓郎さん、西田さん、大太郎さんとか、いろいろさせてもらって、みんなで、でも、タイムは一気に、うん、監督に行ってからすごく伸びたですね、本当。自分もあっという間に抜かれましたちょっと、あの、いや、でも本当に一緒にいい感じで刺激もらって、練習させてもらってですね、自分も追いつこうと思って一生懸命、いや、自分、いや、とてもない、俺が追いつかない、いや、
俺まだあれやけどね、まだ死んじゃえへん、まだ一応赤パンツなんですけど、あの追いつこうと思う。あれです、多分もうこのこれが反対な黒赤に多分なると思う。 SS で本当にしがみついていきたいですね。